いつもご視聴ありがとうございます。今回はアグレットの2022年 NFT ロードマップについて解説していきます。まだアグレットを始めたばかりの方に一度じっくりと見ておいていただきたいのはもちろんなんですが、もう何度かご覧になったことがある方も気になっているポイントは、来たる Q3 第3四半期のトレジャースタッシュから NFT が出現するという点じゃないかなと思います。これこそ今後アグレットがとっても面白くなってくるポイントですよね。直前のおさらいとしてぜひご覧ください。5月から6月にかけて NFT やスニーカーの販売がずっと続いてきましたので、僕はもうちょっと疲れたよとなっていませんか？ちょっと息切れ気味の方も少し先を見据えてペース配分を見直していきましょう。このロードマップは皆さん何度かご覧になったことはあると思います。ただやっぱり英語で書かれていて、公式ブログの方にも載っているんですが、それを日本語に翻訳してみてもね、いまいちよくわからなかったり、難しそうな単語がいっぱい出てきて拒否反応を起こしそうになりますよね。すでに暗号資産、仮想通貨に詳しい方には聞き慣れた言葉が多いかもしれませんが、これまであまり馴染みがなかった方向けに、それぞれのキーワードについてもざっくりと簡単にご説明していきますね。ただ説明し始めると結構長くてですね、いっぺんに聞くのはしんどいと思うので、このシリーズは前編と後編の2回に分けて投稿します。このロードマップは2022年年末までの分で四半期ごとに分かれています。 Q2 が第2四半期、つまり4月から6月、 Q3 が第3四半期なので7月から9月といった具合ですね。この前編では Q2 の簡単な振り返りと、もうすぐそこに迫っている Q3 について、後編ではさらに大きな展開が予想される Q4 についてそれぞれ解説していきます。動画にはいつも通り項目ごとにチャプターをつけていますので、必要なところで適宜飛ばしながらご覧ください。ではまず、もうすでに全項目が完了している Q2 についてはさらっと項目だけ見ておきましょう。上から順にアグレット初の NFT がショップで発売されました。次にアグレット NFT 付きのインリアルライフスニーカーがショップで発売。この IRL というのがインリアルライフの略で、現実世界でのという意味でしたね。仮想世界と区別するために使われる用語です。リアルのスニーカーと NFT とのセット販売ということで話題を集めました。そしてゲーム内で全プレイヤー向けのアイテム、 NFT ホルダー向けのアイテムがそれぞれエアドロップされました。その後も6月は NFT が続々と発売されて、まさにアグレット NFT の幕開けといった感じの四半期となりました。NFT が発売され始めたことでにわかに注目を集めて、私も含め視聴者の方も大半がそうだと思うのですが、日本での新規ユーザーが急増したシーズンでもありました。世界でも一気にユーザーが増えたことで NFT の争奪戦も毎回激しくなっています。では次に、気づけばもう目前に迫っている Q3 を見てみましょう。一番上は空間 NFT ローンチと書かれています。これは普段私たちが歩きながら開けているトレジャースタッシュからいよいよ NFT が出てくるようになるということです。これはがぜん歩く気力が湧きそうですよね。そしてスタッシュから出てくるということは無料で手に入るということですよね。この NFT の価値がどれほどになるかはまだ分かりませんし、さすがに購入が必要な NFT の方が初めの価値はもちろん高いと思うんですよね。ただどんな NFT が隠されているのか、または後に価値が出るのかはまだ全然わからないんですよね。ちょっとしたきっかけで急に価格が高騰するゲーム内スニーカーがあるくらいですので、 NFT についても当然そういうことが起こりうるわけです。それにこれまでの感じからして、運営さんトレジャーにお宝隠すの絶対好きですよね。今後すごいお宝 NFT が出てくるかもしれません。いずれにせよこういう期待値が高まることで、また一段と新規ユーザーが増えるタイミングになると思います。以前の動画でこんなことをお伝えしたのを覚えてくださっている方もおられるかもしれませんが、一連の NFT や高額の靴のリリースがずっと続いていて、
まあ、結局課金ゲーなのかって少しがっかりしてしまった方や、ちょっと疲れてきてしまったという方に、もう少し長い目での見通しを思い出してくださいねとお伝えしていました。それこそがこの Q3 以降の楽しみなんですよね。歩いて稼いで見つける、このアグレット本来の楽しみ方を今一度思い出すシーズンになればいいなと思っています。今年またね、一段と暑い夏になりそうで、それだけがしんどいんですが、皆さんくれぐれも熱中症にはお気をつけいただいて、水分塩分補給をしながら安全第一で歩いてください。お宝 NFT が出てくることを願って、この夏も頑張って歩いていきましょう。さあ、そして次の項目ですが、追加の NFT 付きインリアルライフスニーカーの発売が予定とされています。5月にもう一つあったリアルのスニーカーと NFT のセット販売ですね。実は5月のやつミニアグも買えちゃったんですよね。お高い買い物でしたが、やはり実物が届く楽しみや、将来的にどんな価値になるのかなとワクワク感は大きいですよね。今のところ予定されているのはこちらの靴、アグレット1デイブランナーだけかなと思うんですが、おそらくデイブさんご出身のオーストラリアにちなんで、ナンバリングのところにオーストラリアの地図があったり、靴紐は国旗ですね。これめっちゃ可愛いですよね。デイブさんはヘルプコーナーの顔でもありますからね。このタグがかかってるのもいいですよね。NFT とのセット販売でもあり、これはまた大変な争奪戦になると思いますが、欲しい方は見逃さずにチェックしておいてください。それから項目の順番が前後してしまいますが、アグレット関連グッズ販売への早期アクセスも予定されています。予想ではアバターのアパレルアイテムの実物販売じゃないかなと思っているんですが、何が来るでしょうね。帽子や T シャツなど可愛いグッズの販売を期待しましょう。さて、ここまで来て、でもこの NFT って単にゲーム内で持ってるだけでしょうと思った方、正解です。そうなんですよ。まだこの時点ではただ所有しているだけであることは頭に置いておきましょう。以前からお伝えしているように、やたらと何個も集めようと無理して資金をつぎ込んだりせずに、冷静に本当に欲しいと思ったもの、価値があると思ったものだけを狙えばいいと思います。そしていよいよその価値が試されるのが、この次のゲーム内マーケットプレイスでアグレット NFT の売買ができるようになるという段階なんです。これまでの NFT 争奪戦の激しさから見ると、まだゲーム内だけの取引とはいえ、売買はかなり盛んに行われるのではないかなと考えています。それにこれまで課金のゴールドアグレットでしか買えなかった NFT がレギュラーアグレット建てても売買できるのかもしれません。ちょっとここはまだわからないんですが、 NFT にどんな値段がついていくのか興味津々です。まあ、それでもまだゲーム内の取引でしょと思うわけですが、さあ次です。アグレット NFT がゲーム内ショップとマーケットプレイスで USD コインおよびイーサリアムでの購入や、それらの通貨と交換できるようになります。ついに実在の暗号資産、いや実在のというと変ですね、実際に取引で運用されているといえば正しいんでしょうか。暗号資産、仮想通貨の名前が出てきました。イーサリアムは暗号資産としてよく聞くと思うんですが、 USD コインって何と言いますと、名前の通り US ドルに関連するコインで、米ドルステーブルコインと呼ばれるものです。これ説明書きにまた知らない単語が出てくるっていう典型ですね。ステーブルコインとは、ある通貨と価格が連動している暗号資産のことを言います。ですので 1USD コインはほぼ 1US ドルということになります。これらの暗号資産を使ってゲーム内のショップやマーケットで NFT を買ったり、あるいはイーサリアム建て USD コイン建てで売れるようになるということですかね。ここではゲーム内スニーカーのことには触れられていませんが、さすがにゲーム内でしか使えないものですので、スニーカーは対象外で NFT だけの話だと思います。で、こうなるとイーサリアムや USD コインをたくさん持っている大富豪、まあ、例えば私はお外なんて歩きませんわよあーたみたいな方がね、レギュラーアグレットやゴールドアグレットを稼がなくても多分いきなり NFT 買えちゃうわけですよね。これ
なので NFT がどんな値段でどんな売れ方をするのか、もう本当に未知数です。この辺が NFT の価値が試されるとか、どんな価値が出るかはまだ全然わからないと言ってきた理由でもあります。さあ、この段階になってくると単にゲーム内で NFT を持っているだけではなくなってきましたね。歩いてトレジャーから出てくる NFT もどんな価値がつくかは分かりません。逆にこの時点では仮想通貨建てではあまり売買が盛んにならないということも考えられます。というのが気になるところがあってですね、現状でもレギュラーアグレット建てで売るときにはレギュラーアグレット、ゴールドアグレット建てで売るときにはゴールドアグレットで販売手数料が取られますよね。それがイーサリアムや USD コインでも同じなんじゃないかなと思うのですが、これはまだ全容が見えませんので何とも言えません。あと USD コインはそうでもないのかもしれませんが、イーサリアムの方は処理遅延や手数料が高くつくなどの問題があるので、個人間の少額な取引には向かないという弱点があります。例えばトレジャーで発見したレア度の低い NFT を売りたいんだけれども、イーサリアムで取引しようとすると手数料の方が断然高いみたいなことが起きるわけです。なのでこの時点ではレアリティの高い NFT 以外はそこまで仮想通貨建てでの取引が盛んに行われるという感じにはならなくて、これまでのゲーム内スニーカーと同じくレギュラーアグレットやゴールドアグレット建てで取引されるのがメインになるんじゃないかなというのが私の個人的な予想です。そしたらやっぱり結局はゲーム内での取引だけじゃんって思いますよね。今さっき私はこの時点ではと言いました。そう、この手数料の問題を解決してくれる方法がこの次の Q4 にやってくるんです。個人的にはこの Q4 への期待が一番高くて楽しみなところでもあります。 Q4 のことも考えると、正直な話 Q3 で手持ちの NFT を売り急ぐ必要はあまりないかなと考えていますが、あくまでこれは私の個人的な意見ですのでご参考までにしてくださいね。何度も繰り返しになりますが、 Q3 までの時点ではすぐにまたは簡単に換金性のあるものではありません。そのことを頭に置いた上で無理して資金をつぎ込まず、自分が欲しいと思ったものだけを狙っていくのもいいと思いますし、攻めの姿勢でしっかり買い集めていくのも夢がありますよね。NFT の売買ができるようになる Q3 以降、どういう方法で NFT を買い、どう売っていくのか、ロードマップを見据えてご自身の計画を立てていってください。さあ、その楽しみな Q4 については後編で解説していきます。先ほどお話しした手数料の問題を解決してくれそうなのがイミュータブル X マーケットプレイスでの売買です。結構難しそうな言葉がずらっと並んでますのでね、また順番にざっくりと簡単に理解できるように解説していきます。このチャンネルでは今後もアグレットの情報を発信していきます。ぜひ一緒にアグレット習慣を続けていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。いやー、最近暑いし夏仕様にお洋服変えようか。これ靴下脱げるよね。じゃあサンダル似合いそう。この緑のクロックスを、おー、めっちゃ夏っぽい。